俺はよこの体から火吹くように燃え上がるように生きたかったんじゃ。ただそれだけだったんじゃ。おばあ、あんぞ、あっちこっち豆に粉かけとるんやて。女の方から寄ってくるんじゃ。してみりゃ気持ちええしの。おばあ、久しぶりじゃの。霊女さんみたいに気をあげて葬式まんじゅうもろって暮らすか。口のやないやつじゃの。女が放っておかれん綺麗なもんばっかりで、誰も彼もが若死にじゃ。仲本の地下宿を取るなよ。しみったれていけるわ。俺は我慢できんわい。なんじゃおば、またなんか手伝いか。後で構わんさか、薪割りをしてくれんか。あ、よし、これはおまんのお守りじゃ。何から俺を守ってくれる。中本の血なぞ、へのカッパじゃ。お前が何を背負っていようと、私がこの世に取り上げちゃる。なんもおとろしいことない。この世に生まれてきたくれた。おば、おばはどうしたる。お前は生まれた時からずっと火を吹くように生きとった。生まれて死んで、生まれて死んで、槍で疲れて捨てられた。